皆さんこんにちは。 YouTube で学ぶサンシャインカービングレッスンチャンネルです。今日はハンドメイドのキャンドルにひまわりを作っていきたいと思います。最初にひまわりのお花の部分を作ります。黄色いキャンドルと茶色いキャンドルを2つ使ってひまわりのお花を作ります。まずは花びらの大きさ、高さを合わせていきます。高さを調節したら、花芯用リングを使って花芯の部分を作っていきます。花芯用リングはサンシャインスクールのオリジナルです。詳しいことは下の概要欄に貼り付けておきますね。また電話番号の方もここにお書きしておきます。お気軽にお問い合わせください。花芯用リングを使って黄色い方と茶色い方を抜いていきます。抜いたものを2つ貼り合わせます。ひまわりのお花の土台が出来上がったら、最後に芯を通す穴を通しておきます。ひまわりのお花の部分を作っていきます。まずは内側と外側に面取りをします。最初から切れ目が入っているので、すんなり面取りができます。お花の花びらの部分が丸くなるように、花芯の部分が中高に丸くなるように削っていきます。内側の面取りができたら、周りを丸く整えていきます。お花の形が整ったら、下のキャンドルに合わせてみて大きさを調節していきます。バランスがいいようでしたら、花びらを作っていきます。花びらの枚数を等分します。カービングの動画のみ続けてご視聴いただきたい場合は、この動画を下の方にスクロールしていただくと、再生リストというものを作ってあります。再生リストがありますので、そちらに基礎の1番からリストを作っております。1番から順番に見ることができます。カービングの種類別の再生リストもありますので、そちらのリストの方もご覧くださいね。均等に花びらが出来上がったら、花びらの後ろを面取りをしていきます。花びらが取れないように気をつけながら面取りをします。
1段目の花びらが終わったら、その下に支えるように2段目の花びらをくっつけていきます。2段目の花びらが終わったら、その下を面取りをしていきます。ひまわりが出来上がったら、その下の土台の部分を作ります。丸いキャンドルに葉っぱを作っていきます。キャンドルが2層になっているので、グリーンの部分が出てくるようにまずはくぼませます。葉っぱの形の通りにくぼませて、なみなみギザギザで葉っぱの形を作っていきます。葉っぱの形が出来上がったら、その周りを面取りをします。中には葉脈を入れていきます。1枚目の葉っぱが出来上がったら、その下に2枚目、3枚目と重なり合わせるように葉っぱをつないでいきます。葉っぱが出来上がったら、その上に先ほどできたお花をくっつけていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。